はいどうもですじゃあ今日最後はね、えー、半島玉遊び、ね、ついに終了かもうこれ何回も見てるけど終わらねえじゃんいや終わらせしまえばいいと思ってますよ心の底からこんなもん日本に必要ないんでうんまあでもなんだろうねどこなんでしょう完全に撲滅するのは難しいのかなしつこいよなこいつら日本に必要だと思いますこのパチンコだスロットだなんていらねえと思うけどな でこれなんかねそのきっかけがあって要はほら新紙幣発行、来月7月、ね、3日だったっけ新しい日本銀行券ですよね、うん、これに対応する要は何て言うのかなー券売機っていうのかなの,この買い替えができないそういうお店がかなり多いとだからまあなんか本当かな。これ なんかこのかわいそうな状況をなんか装ってる、嘘ついてるだけなんじゃないの本当に。なんかあんまり実感として減ってる気がしないんですよね。まあ、東京都心じゃなくて郊外出たら、なんかね、あれ潰れちゃったんだ、みたいな。まあ、この動画のコメントにはね、まあそういうコメントもあるんで、まあ一応減ってるは減ってるっぽいんですけども、なんかもっと一気にね、この淘汰してってほしいんですけど、片付けてもらいたいですよね。いつまで駅前一等地でなんかのさばってんだよ、こいつらが、はあ。ん って思いますけども、えー、大量閉店ラッシュまだまだラッシュじゃねえよどん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 畳んでけよ、えーまあ、新紙幣発行に、ね、対応できないとなんか1億円以上負担するホールがあるとかって言ってるんですけど知らねえよそんなもんな、えー、7月の新紙幣発行により券売機などの買い替えに迫られてる経営者が多いだろう、えー、パチンコ店があ、まあ、その1つですよと で費用として1億円ぐらいかかるんでしょうねで、えー、大手、えー、パチンコチェーン店の営業統括部長、えー、確かに各台で全てのお札が使える今のパチンコ店では設置している遊戯台数分の費用がかかることになるとあパチンコってそうなってんのその座った台にもお金をどん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 突っ込んでいけるようになってんだへえあそうなんだ ななんかなんだっけ僕あの昭和の頃なんかあのパッキーカードみたいなこね、何がパッキーカードなのかいまだによく分かんないですけどなんか3000円とか5000円とか1万円とか買ってそのカード差し込んでやるんじゃなかったんだっけもうお金直接お金なんだへえこれいつ頃からですか最近の話じゃないのうーんますますなんかいかがわしいよな <laughs>、ね 終了しちまえよ、いいか減しつけえなで。果たして今回のあー、まあ、ホールの負担は、うんね、お札が変わるかあどの程度あ、どの程度、負担がどの程度、それによって出ざま率に影響が出るのか、知らねえそんなもん。1台20万前後かかるケースもあると,、えー、と。関東近郊で10店舗以上展開している大手、どこだ <laughs> 知らないけどしかも設置台数が多い大型店ばかりなので負担も相当だと、えー、今回のこの改札でどのぐらいの費用がかかるんでしょうか何これあのアクロバティック用語記事か大変ですねパチンコ業界さんもねみたいな <laughs> 雨なってことはまだ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 なんかね、あのー、まだまだ続きそうだなこんなもんいらねえのにな本当 まあ、警察も絡んでるし、ねうんまあ、なんたら顧問で、ね、なんか当時現職の,この大臣からして名をられたりする業界だから、まあ、渋定っちゃ渋といかな。えっ、ー、と、なんだっけな審査への対応は今使っているシステム資材ですがプログラムの書き換えだけで、えー、なら1台7000円から8000円ぐらい。 新しめの機械は改札も見越して作っているので対応できるが10年以上前の機械だとそれができないものによっては新紙幣別機の交換だけで済む場合もあるが機械丸ごと入れ替えるとなるとメーカータイプ購入台数もよるがおおむね1台20万前後になるんじゃないかなだってでプログラムの書き換えがメインとな,りなる場合それでも台数が多いだけに決して安いものではないとただ交換が必要だな機械うん 交換が必要となる機会は大サ三度って何だ大の間の三度。なんかよくわかんないですけど。まあいいや、なんかグループ全体でせいぜい1億とか2億とかそんなもんなんだってよ。うん、渋てな。どうでしょう。あなたにとってパチンコとはみたいな。<laughs> ね。まあ僕もなんか学生の頃、 20代の頃とかね、周りにね、やってるやつたくさんいましたよ、確かに。うん。前に話したことありましたっけ僕、学生の頃のなんか、この先輩とかの、このなんか、ギャンブル一通り、まあ、誘われたり連れてかれたりしてね、ね、やったことはあるんですけど、ね、あの、どれ、どれ、どれも一つもなんか、あのー、引っかかんなかったっていうか、引っかかる、なんていうのかなの、ビギナーズラックすらなくて、あ、これ、才能ないんだな、やっちゃいけないんだなって思って、 何もは,はまんなかったですね。パチンコもスロットも競馬も競輪も協定も,も、あるいはなんかこのみんなで集まってマージャンとかも。うん。まあなんか、今思えばそのおかげで、ね、もう堂々とね、こんなもんいらんだろうっていう方向に、ね。うん。ね、え、だっていらなくないですかこんな施設。ね、一等地が空くじゃないですか。うん。ね、スーパーとかになった方が全然いいですよね。 ね、結構跡地にこのドラッグストアとかあとなんかスポーツジムが入ってるパターンとかもよくありますよねまあドラッグストアとかスーパーとか,、ね、なんかそういう商業施設になった方が全然いいでしょう、うん、ねとある国のテロ資金というかミサイル代が減って何よりじゃないですか、うん、ていうかいまだになんかもうそういうの知らない人っているのかな 分かっててもこのアホな客がまたこの回収されてるっていう養分にされてるっていうねうんまあこういうのもなんかね YouTube でネタでね、うん、扱われたりするくらいだからさなんだろうなある意味これもなんか変化球のこの韓流ご漁師みたいなもんだよねこんなもんうん何やってんだろうって普通に <laughs> まあでもハマっちゃってる人はもうそ,そんなもん関係ない気づく暇もないんだろうねうん まあでも結局ね一定数昔に比べればね全盛期に比べればだいぶ減ったとかってね言ってますけどどうってことないんじゃないのね客から回収すればいいだけの話ぐらいにしか思ってないと思うよ、うん、まあなんか一応なんかそのねあの不客じゃないけどさ <laughs> それがだん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 減ってってはいるみたいですけどねうん まあでもいいじゃん。良かったじゃん。本当に良かったじゃんって思いますけど。うん、まあ一等地持ってたら、ね、不動産業とかでって、ね、まあ、それすら許さないぐらいなんか追い詰めてってもらいたいですよね。うん。でも新紙幣ってすごいですね。新紙幣のために、ね、閉店廃業増加って、まあなんかもう斜用言われてもう随分経つし、まあ随分しぶとく残った方なんじゃないの それでもなんだかんだゼロにはならないような気がするんだよな。ね。うん、まあ、一日も早く、ね、こんな業界、そういえば昔々、なんかそういうのあったよね、みたいな感じに片付けてもらいたいですね。うん、なかなか難しいと思いますけど。はい、以上です。